演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、一年の今川焼き濃厚クリームチーズを食べたいと思います。今川焼きのクリームチーズ味、これミッチさんっていう YouTuber の人が食べてたのを見て、自分も食べたかったんですね。だからそこがでも、ね、普段見ましたものがなかなかなくて、やっと見つけることができました。そこね、そこメジャーじゃないのかな。で、他の今川焼きもなんか雰囲気が違って、自然解凍と電子レンジの他の方が書いてはあるんです。自然解凍っていうのがあるんですね。で、自然解凍が出てまでこうやって外で食べるのがここですね。どんな感じなんだろう。中身はチーズクリームがこんな感じで、生地とほとんど同化しちゃってるよ。曲がりにくい。どの辺にあるんだろう。 ではいただきます。普通のに飽きた人にはいいですね、これ。クリームチーズは表題にあるように濃厚で、チーズケーキを食べているような感じになりましたね。見た目は分かりづらかったですけど、しっかり存在していました。あんこやカスタードの今川焼きを温めて食べるのが前提なんですが、これは冷やして食べても美味しいということなので、いわゆる今川焼きとはちょっと趣が違うような商品の気がしますね。単にチーズクリームを入れただけというわけでもなくですね、濃厚なチーズクリームを堪能できるので、いつもと違った今川焼きを食べたいという方にはおすすめできる一品ですね。チーズクリームも美味しかったので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。